なよ、ニコちゃん大王。ここ潜り込んで、奴らが追ってこなければ僕の考えは成立します。やってみましょう。来るのかい？ここで一回スローモーション。作る。で、ジャンプ。で、作る。で、ジャンプ。じゃ、なんでやねん。はい、状況把握ゲーですんでね。状況を把握しないとわからない。一体どこへ進めばいいのかっていうね。急いでんの、急いでんの、なんで話した。ヨットゲームチャンネルへようこそ。ヨットと申します。マックス、マジックマーカーと兄弟の絆スイッチ版、続きをやっていこうと思います。はいはい。前回まで、ご覧いただいている方はね、ご存知かと思いますが、どんどんゲーム難易度が上がってまいりました。はい、この先ね、多分サクサク進んでいける気がしませんのでね、僕もぼちぼち頑張って、ちょっとずつでも進んでいこうと思います。で、私も初見でやっておりますので、この先どうなっておるかわかりません。はいはい、やっていきましょう。出たよ、またこのバチ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 する虫。これ両方あれかな、ツルかな、枝かな、これね。お、なになに、お、あ、虫が邪魔で伸ばせないってこと。これはちなみにどこへ行くのかな。右上にね、うっすらこのイービルアイが見えます。本筋はこっちかな？ねえ、こうまっすぐ行って、ここ登って、こう行く感じですよね。ということは、奴らをまず閉じ込めなければいけません。二段構えか？二段構えか。これ落とす、これ落とす。これで、あ、上届かへん。できたらイービルアイ取りたいんで、このやり方じゃあダメだね。これでいけるかも、閉じ込めてるか。動かすな動かすな動かすな。オッケー、いってるいってる、いけいけいけ、オッケー、ナイス。なんとかゴリ押しでいけました。あー、こういうポイントね。はいはいはい、今度はイービルアイがね、ちょくちょくもう短い間隔でイービルアイ出てきてるよ。こっちが、あ、こっちがロープです。これで封じ込めたことになってないか？これは、あ、短っ。短っ。めっちゃ短い。ちょっと待って。これ切るとすぐ出てくる？あー、なるほどね。なるほどね。はい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 。この鶴の方をうまく使わないといけないね。これちなみに、こいつの上は歩けるか？あ、ダメなのね。はいはい。ということはですね、これ、左のこの、このポイントありますよね。この左のちょっとポケットになってる部分。ここ潜り込んで、奴らが追ってこなければ僕の考えは成立します。やってみましょう。来るのかい？ほんならあかんわ。もうほんならあかん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 。もう無理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 。うん。これがちょろっと出るということは、確実にこれ登っていかないといけないんだけども。はいはい。今更なこと申してよろしいでしょうか。うん。ここにね、これあるんですよね。うん。そうそう。うん。見て見ぬふりというかね、全く気づいておりませんでしたね。洞察力どうかしてるぞ。うん。ということは、これもうまく使っていかなきゃいけないということですね。うん。これにもくくれるんですよね。ということは、
はい、今たまたまねこういう状況が生まれましたね。はいもう多分ねなんかいろいろやってみよう思ってたらねたまたまこうなりました。収録してません。うん、まあ、単純にここ降りてでこれでガードしただけですわ。うん、なのでこの状況が生まれれば僕考えてたことができるんでやってみます。これ壊すでしょ、でこれ伸ばします。で僕はイービルアイを取りたいんですよ。なのでこれまずちょん切ってこいつらとね自分の範囲を赤こうすることによって、オッケーオッケー、バリアになったでしょ。オッケーオッケー、このやり方でイービルアイ取って次死んだらもうイービルアイ取ってることになったからもう今度は上を目指す先を進むっていうね目標に変わります。さあその先ですよその先が問題です。確実にこれは使っていく、これは間違いなく使います。はい、来ました。うん、かなり時間かかりましたあれでやり方合ってたのかどうかまでは分かりません。ちょっと待って、急に簡単すぎるやろ。なんかあるんちゃうかこれ。こんな簡単に取れておかしいやろ。簡単すぎるやろ。ん？これは何？ここ行ったら死ぬの？はいはい、なるほどね。ここは歩いていけません。ん？ということはこれをねうまく使っていかないといけない。あ、低すぎるね、ちょっとね。もうちょっと大きいの作らないと。ここを切って、で、押していく。飛ぶな、飛ぶな。お前の遊び半端ないんやから。こら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 、もう。はいはい、たまにね、信じられへんような動きするんでね、勝手に。はい。なんでやねん、一切ジャンプなんか押してませんなんで。はいはい、こんな感じで橋をね作るということですよ。もうええわ、この辺にしとこう。この辺に、おお、こういうことですよもうやり方は分かってんのにもうこの子のね遊びのせいで、ん？まだ続きますかこのゾーン。なんですか、あえてその今までなかったちょっとねちょっとしたムービーを挟みましたよ。これはこれはツルです。これは枝です。これはこれも枝です。あ、なるほど。で、どこへ行きたいの？どこへ行きたいの？ここへ、ここへ行きたいんでしょうかね？ここへ行きたいんでしょうか？イービルアイチェック、イービルアイチェック、イービルアイはないね？オッケー。うん。
これで、ここ切るでしょ。なんで降りろ、なんで。はいはい、絶対ね、あのやり方でいいと思うんですが、またね、この彼のね、なんかちょっと微妙な遊びのせいでね、ダメになっちゃいましたけど、絶対やり方合ってるはず。じゃじゃじゃ、もうちょっと先。オッケー。これで、ある程度進んでおきます。で、ここを切ります。そして囲えるでしょ？上は無理？上は無理か？上は無理か？この下ね。オッケー。うん。はいはい。またね、チャプターが変わりましたよ。すべて逃走とかなってましたよ。どういうこと？お！来たよ、ニコちゃん大王。この前、罠でニコちゃん大王やられたんじゃなかったの？これ何？これ何ゾーン？休憩ゾーンですか？これは。これ休憩ゾーン？はいはい、意味深なね、アングルでムービーに入りました。ここは大丈夫なの？あかんやん。ちょっと待って、これ右にも進めへんの？どういうこと？これ何？あ、これ枝ね。うん、これは？これ地面？はいはい。おそらくこのね、トゲトゲのやつをこちらに持ってきたいんでしょうね。だってこれ行く道がないんで、この先進めないんで、おそらくこのトゲトゲのやつを使って、このね、ニコちゃん大王をなんとかしたいんだと思うんですけれども。ということは、まずこいつを運ばないといけないね。はい、おいで。はい、こっからです。おそらく橋を作ってあげるんじゃないか？いや、こんな低い低い。こういう感じかな。あかん、お前は進むなよ。お前の遊びほんま半端ないねん、もう。この傾斜で、こいつは、あ、そっか。これをあれか、上げたらいいのか。これで道できたよね。道できたことなってる？これで。あ、なってるなってる。イエー。オッケー。そしたら、今度は、こうや。右上おいで、右上。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス。オーライト。んで、こうですよ。ほんで、こいつ来たら、僕このロープの上登って、ほんで、このニコちゃん大王が僕と間違って、こいつをパクって食べて、なんかもう痛い痛いってなるんだ。そういうことや。いけいけ、食え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 。痛い。そういうことね、そういうことね。オッケーオッケー。これね、さっきまでなかったよね。そういうことです。今回はね、わかりやすかったです。うん。イービルアイね、これ。これイービルアイね。ちなみにこっちにもあるよね、イービルアイ。ちょっと待って、イービルアイ簡単すぎひんか？気持ち悪いんやけど、逆に。こんなんまとめてちぎらせようっていうね。ん？先に渡ります。そして切って、え、うせやん。単純に届くぞ。え、こんな簡単でええの？おい、ちょっとイービルアイが雑になってきたぞ。いいのか？あ、嘘やん。イービルアイが密集してますよ。ほんなら、
これ切って、あー向こう行っちゃった。あー重たいか、ちょっと大きいからね、大きいから重たいね、ちょっと無理か。いけいけ、頑張れ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 、オッケー。あ、またカットに入った。ついにイービルアイの残りの数が、もう致命的な数になったということ。うん、38個目はもう、これはもうやばいよ。取り返しつかへんラインに入ってきたぞ。やばいよっていうこと。うん、予算の問題これ。うん。いや、それおっさんの予算は知らんけどね。Okay. Okay.また来たよ。あ、あ、止まった止まった。ちょっと滑るゾーンと止まるゾーンというのがね、アップな。ここは覚えゲーですわ絶対。あ、あ、これか。オッケー。え、なんでやねん。はいはい、覚えゲーです覚えゲーです。飛びます。今のも怪しかったぞ。飛びます。ここで一回スローモーション作る、でジャンプで作る、でジャンプ、じゃなんでやねん。はい、ここでこれ割とね、このタイミングがあってね、タイミング遅い早いで結構飛距離が変わってくるから、次ジャンプできるかどうかっていうね、タイミングもあるんだよねこれ。え、なんでやられた。え、なんで、ちょっと待って、スタート地点急に変えんのやめろ。いや、だから無理やろこのタイミングで。ちょっと、おいおい、ハメかハメか、アップな。ちょっと今のはハメでしょ。ボタン操作機関タイミングで落とすのやめて。オッケー。オッケー、鶴や鶴。オッケー、登るのかなこれは。オッケー、これか。あ、オッケーオッケー。あかん、まだ狙ってくるよ、まだ狙う。うーわ、ちょっと待ってくださいよ、回避負荷やん今の。回避負荷ですやん今の。はよ登らんといかんってこと。結構シビアだこれは。いけ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 、アップな。あかん。おお、もうスタート地点、スタート地点のなんていうんですか、もう思いもよらないところからスタートするのやめて、もうほんまにもう。え、どうなったどうなったどうなった。わからんわからんわからん。あかんのかい。はい、状況把握ゲーですんでね、状況を把握しないとわからない。一体どこへ進めばいいのかっていうね。急いでんの急いでんの、なんで離した。はい、僕もね、だんだんこれね、もう喋らなくなってきますよ。集中すれば集中するほど喋らなくなる。ただゲーム実況者は喋らないといけない。これこれこれ、
オッケー、もうこの辺ゴールちゃうか、もうゴールにしといて、ここはもう。うん、おばあさんに言ってもしゃないよ。These are the wetlands, Max. Once they were fields. Then Mustacho cursed the sky. ああ、湿地っていうところに来ましたね。You are close to the sacred pool. Here no weapon will receive the most powerful gift yet. ああ、新しいね、力がこの先また手に入るっぽいですね。はい、ということで、今回はね、あの大きいニコちゃん大王からね、あの滑り降りて逃げてきて、でこのね、湿地っていうね、場所に到着いたしました。でね、おばあさんの話ではこの先ね、また新たなマジックマーカーのね、能力が手に入る、そんなね、場所があるようなこと言ってましたよね。うん、なので次回はね、そちらで新たな能力をね、手に入れに行きたいと思います。今回はね、ここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、面白ければ高評価よろしくお願いいたします。そしてよろしければ次回の動画もぜひご覧くださいませ。ありがとうございました。ヨットでした。